田村陽太郎です今から図解「使い使える失敗学副題が想像に変える」の話をします。失敗を恐れていていははクリエーションはできませんしかし具体的にどう考えどうすればいいかをはっきりしていないときちんとした想像をすることはできません。 思考展開法というのを紹介し全く今までなかった考え方で新しいものを生み出していくのにどうすればいいかの話をします使える失敗学の 想像に変えるというのの話をします。で、ここで話をする中身を先にざっと言っておきましょう失敗学の話は前にもやりましたが実は失敗というのは想像クリエーションというものに必ずついて回るものでクリエーションをやろうとしたら失敗っていうのがありうることだし それを正しく取り込んでおかないと、本当のクリエーションはできないんだよ、っていうことを言っているものです。多くの人は、失敗学というと、失敗をしないためにどうすればいいのか、というふうに表面的に捉えますが、実際に僕が言いたいことは、そういうことではありません。チャレンジすれば、嫌でも失敗が起こってしまうんだよ。 そしてその失敗にひるむことなくそれを正しく取り込んで本当の意味のクリエーションをやろうよということを提案したいしそれからそれをやるにはどうしたらいいかというのの具体的なやり方を話したいと思っているんです。そしてて今日の話のの話中でではいくくつか出てくるんですがが韓国のサムソンが すごくくこの考え方を正しく使っているんだなっていうふうに見えるしトヨタのプリウスがそういう考えでやっているんだなというふうにも見えますしそれから日本では歴史的に見て有田焼のようなものがそういうところを通って何回もチャレンジしては失敗し失敗してはまたチャレンジしそうしてきちんとした技術を作って 今に伝わっているそういうようなことを話そうと思っています物事を考える順番と考える事柄表現の仕方を書いたのがこの絵です普通論理的に考えて A の次に B をやり B の次に C をやり C の次に D をやる といいう,うになっているとしますこれは論理的に考えるとここに書いたように ABCD と進んでいきますところが頭の中で本当に動くのが ABCD の順番に行くのかという,ので言うとそうではない場合が多いのです。A ということを言うといきなり 最後の D というものが頭の中に浮かんできてそしてその前に C がありその前に B がありというようなふうにそうだったらみんなに示すのは ABCD というふうに形式的な論理構成を表現するのではなくて。 A、D、C、B という順番に示すのがいいのではないかと私は考えていますこれはどういうことかというと A という課題が与えられたら D という解決策が出てくる結論を先に言ってしまうのですそしてその前には C があるよねその前には B があると頭が動くよねというふうに表現してくれると 人間の思考の流れに沿ったデータの提示になっているので非常に分かりやすいし吸収できるしそうだよ俺はこういういいいに考えてるるんだよと言いたくなるのですこれから世の中がいろんな意味でコンピューターで表現されたものがたくさん出てくるのですが多くのものは ABCD というようなふうに表現して人間の頭の 動きに沿わないものを平気で出しているものがたくさん出てくるというふうに思いますこれからずっととなると思うんですが実際に大事なのは素直に人間の頭にの動きに沿った表現の仕方 ADCB と示すようなこういうものが大事だというふうに考えています。 それでは想像するときの頭の中ってどんな風になるのかというのを書いたのがこれです思考平面というようなものを考えていますこれは頭の中に浮かんできたものを何でも構わず平面の上に書いてしまったというようなものですで、その元になるのはどんなものかというと知識であったり経験であったり 山間であったり好みであったりするこんなようなものから何か課題が与えられると頭の中に同時並行的にバラバラと出てきますそれから自分なりに生き方の好みとか主張とかいうようなものから出てくる場合もありますそしてこの思考平面というのを考えたときにこれを真上から見るとここに書いたようにバラバラの種が バラバラに乗っかっているだけという状態孤立分散である仮説って言っているのは考えの種というようなふうに考えればいいと思いますこういうような状態になっていますそれでは設計をするとか企画をするとか計画を立てる目論見をするそういうことはどういうことなんでしょうかそれがこれです 普通に考える時にここらにいろんな種があるんですがこれを脈絡ををつけてつないいいででみるるととううのののが考えを作るというのの基本ですこういうことがあってああいうことをしてこんなふうになってこうなって結局こうなったよねというようなふうに並べてくれないとあれもありますこれもありますこんな考えもありますこういう条件が起こりますってこんなものをバラバラ言ってくれたって全然わからないんです。ですから 基本形は物を考えるということは考えの種に脈絡をつけるですそしてこの脈絡をつけるというときはいらないものは切り捨てるというのが非常に大事なんですそして必要だと思うものをつないでみるんですとにかく種になりそうなものを取り出してきてこうやってバラバラ先ほどの思考平面になってますそしてそれを こういうい無理やりこうやって結びつけてみるとなんかものすごくぐちゃぐちゃしたこういう脈絡になりますそしてこの考えをやるのにこんなものいらないしこんなもんいらないでしょここらもいらないでしょそうだったらそういうものを切り捨てると最後に残っているのはこういう素直なもんが残っているこういうふうになります。そそしてもううつここここででで大事なとととを言いいますすれはは仮仮説説立立証証作るのは 何でもいいからやってみるやってみた後でそれで正しいかどうかをきちんと証明してみるというのをこれを仮説立証と言います言葉を変えてみるとエイヤでやるということですそしてこのエイヤをやって一番最後にブラッシュアップしてできがったこれが最終製品のわけです成果です作品です人間がなんか全体として何をどんな風にやっていきたいかというのを 考えるときに必ず脈絡をつけるということをやっているんですそのすべてに当てはまる考え方ですこれで多くの人はこういうふうに考えを作るというときに論理を正しく並べていくときちんとしたものができるとありもしないことを思い込んでいる人が多いんですが全くの間違いですこういうふうに物を作るというときに大事なのは やってみたらうまくいくかどうかやってみるんです足んないときには物を足すんですこのままやったらうまくいきこくかつながんないからそうするとどっか一個なんか足せばうまくいくっていうのでこういうものを足すんだよねだからこれをやってダメだったら潔く諦めて次を試すんです抜けがあったり矛盾や無駄があるけども初期の目的は達するこういうものができないそれにしてもこれでもまだぐちゃぐちゃしてるなというような風に思って先ほど言ってるようにブラッシュアップをやりなさい それは仮説立証という仮定ですもう一回言いますえいやでやってみていいか悪いかちゃんと矛盾がないかを考えるというふうにして作ってみるということが大事です論理で考えは作れるってことは作れないんです次行きましょう